皆さん、こんにちは。アイプチョです。確か今週ぐらいに、有名 YouTuber さんがなんか、でも、あと、ネットニュースでも話題になった、YouTube の子供向け動画の、広告がなんか、停止っていうかなんか、なんか広告収入がなんか減少するらしい、話を、なんか話題が結構ありました。まあ、それについてちょっと私からもちょっとお話ししたいことがあります。まあ、話させてください。まあ、僕はね、今現在、480本ぐらい動画出して、で、そのうち、72本がなんか子供向け動画としてなんか該当されていますね。まあ、主に多いのがやっぱり機関車とプラレール、まあ、機関車トーマス系のやっぱり関連商品がすごい多く、なぜか DVD だけが子供向けにならなかったっていう。あとプラレールもなんか子供向けじゃないやつのものもあったりもしましたね。まあ主に昔は登場したけど今は登場していないキャラクターですね。まあ、あと最近のものとかトラックマスターとかは結構子供向け動画です。まあ、まだ僕収益得てないからまだわかんないですけど。まあ、規制が変わる前は、ちょっと、収益得てたんですけど、結構規制変わって、1000人超えないと、なんか、もらえないらしくてね。まあ、まだ僕が言えることではないんですけど、僕、ちょっと、気になったことがあったんですよね。例えば、なんか、広告費が、なんか、結構減るってあったんですけど、あと、こういうことを思い出しました。じゃあ、広告費以外の、動画の収益はどうなんのって自分的にも思いますけど、広告なしでの、やっぱり動画収益。やっぱり再生数が例えば10万回。なんか、10万回としたらなんか0.1で例えるとなんか1万円とかなんかそういうこと、まあたまにあるんですけど、それってどうなんのかなって思いますし、自分もまださっぱり分かってないね。まだ1000人いってなくて、まだ収益もまだもらえてなくてさっぱり分かんないですけど、やっぱり収益もらってる方は、まあ、子供向け動画を出していて、やっぱり広告なしで収益得てる方は、もし分かるのあれば、やっぱりコメントをお願いします。はい、そんな感じです。まあ、今日話したかったことは、やっぱり、この向け動画の広告費が減るのと、広告費以外の動画についてちょっとお話しさせていただきました。はい、まあ、ちょっと、まあ、簡単なお話になってしまいましたが、まあ、もし1000人いったらね、多分収益をもらうことになるかもしれないですが、1000人まで頑張りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイ。